どうもシャペンです。ということで、ミッションやっていこうかなと思います。まあ、コラボキャラクター1体編成で少なクリアですね。最初からやりゃよかった。で、結構ね苦戦したんでどうしようかなと思ったんですけど、今ちょっとやってみたら確かにジャックめっちゃ強い気するんで、でそれでやってみようかなと思う。まだちょっと触りですけどね。紋章もなんもさっき紋章ガチガチだったんですけど、ここに来てジャックなのか。で、一応コラボキャラ枠はフシグロ。これ多分毒がねめっちゃ痛いんですよね。結局さっきも毒ダメージ溜めてることが何回もあったんで、やっぱり、まあ、イタドリよりも状態上回復ブラスト持っているフシグロで行きたいと。結構なちゃんと殴れてるんですよね。はい、食らうでも回復できると。これやばいかな。入り込んでいく。あ、全然殴れてる。いや、これでこれってことは SS ね、やばいと思うんですよね。普通の殴りでそれということは。ナイス。回復して、綺麗にね。本当にどれだけ初手で雑魚を倒せるか。埋まってない、大丈夫か。これ綺麗にいくと上がりでいけるんですけど。あー、待ってる。あ、じゃあ、結果折れすぎ。全処理は神っすね。そして、やっといた方がいいんかな、これ。止まる。殴っとくか。どこ行った？あ、結構出した。ナイス。不思議やるな。回復エムがあるから、ちょっと割と動いておきたいのか。うわ、あの、あれ、怖え。あれ、ワンチャン終わりじゃない？倒しとこう。倒せねえ。危ねえ。ナイス、貫通。SS のチャージしときたいな。あ、で、ピンとこれ、フシグロ。これ、フシグロチャージだ。まあ、フシグロ貯めるのも、まあ、ありでしょう。そして、とにかく雑魚処理。これ、無理やり SS 雑魚処理する手もあるのかな。いや、これがやばいんですよ、もう。すでに。シュー撃とっかな、これ。いや、国残りめっちゃしてるし。シャークの敵だもんな。じゃあ、パネルが両方とも反射。でん。鬼倒してくんね。残ってるな。あ、残ってない、さすがに。大丈夫か、こんなグダグダで。やり倒す。毒に治ってるのはマジである。あ、それ倒したかったな。毒直して、いや鬼は倒せんだろうな。お、倒せたないっす。友情結構入ってない。しれっと。そういうこともあるのか。
走れ走れ、あはい、ゼロ。だってこれ SSL 版じゃ抜けれねえから、もう2段階溜まってるんですよね。3P 配置よし。いや一勝理解いけえこれ打っちゃっていいかな、もう大体これが分かりそう。いや1段階でこれマジで1段階目だぞ。おいおいおい、ちょっと話変わってくるな待って、これ1本1本打ってるの勝てるか、もしかして。ちょっとそれ話変わってくるな この雑魚下で下手でも撃つか、全踏みして伏黒に当たりに行く。おいけるいけちゃうのこれ、しちゃうのか。うわ、でもちょっと場所悪いや、これなんならもうかけるんだったらジャックの SSL 軽く出しやすい位置に行くっていう。とりあえずどこだ、 3P そこにいる、普通に下入っちゃいいんか、6点の目の前行ったら。ここそんなにすごくなかったんだよな。で右左と上に1個出るんですよね。上に置ければめっちゃ強い。わあ、だったらこれ制限倒しときたかったな。いやでも1個で、えっマジか、耐えた勝ち耐えた勝ち、え勝ったんじゃない。あとこれちょっと場所が悪い。あでも上ジャックでいいんかな、弱点に当たれないか。おっ強っ全然違ったこれジャックじゃん。いやちょっと段違いだったね、ボス戦の落差とりあえずスモック踏んでやりゃいいんだ、すごっ。ジャックまだやれるやばかった今。ああとうとう達成ということで、まあ僕の初見クリアは一応シンギルティがめちゃくちゃ強かったんですけど、これジャックめちゃくちゃ強いっすね。しかも3体編成できるんだったらボス戦ワンゲージ1本で綺麗に持ってけるんで、でラスゲとか今多分配置悪かった方だし持ってけるんだろうな綺麗に。ちょっとジャックはおすすめです、結構。あとなんなら伏黒は毒回復してくれたんで、やっぱり毒回復要員は一体いた方がいいんじゃないかなと思った。勝てるかすごっ。よかったらコメントが皆さんの、まあ、意外な鉄製キャラクター、まあ、ジャックとも意外じゃないんだろうな、多分見つかってそうも、お待ちしております。
あと戦車のとこ教えていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったら教えていただけると、モチベーションつなげますんでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら、ザリッパー。